みたらし団子みたらし団子は砂糖醤油のくずあんをかけた串団子である。醤油だれ団子、あるいは焼き団子とも言う。単にみたらしとも言い、丁寧語ではおみたという。甘辛いみたらし団子を指して醤油団子という地域も多い。一般的な醤油味の焼き団子は、醤油団子を岐阜県日田地方の醤油団子については、みたらし団子参照。焼き目をつけられる。 団子みたらし団子の起源は、京都市佐京区下鴨の下鴨神社が行う、みたらし祭、青い祭りとされる。これらの祭りの際に神前に備えるため、宇治子の家庭で作られていた団子が、やがて境内の店で売られるようになり、名物になったという。一説もあるが、境内にあるみたらし池の水泡を模して、この団子が作られたとされる。もともとは、 竹の先を10本に割って串を洗浄にし、おののの串に5個の団子を刺した合計50個の串団子である。この5個ずつ刺す団子のスタイルの起源説は2説ある。本来は醤油の漬け焼きだったものの、やがてくずあんかけになった。関東では団子が4個の方が多い。これは4分線ができたことによるとする説が有力で、あるの、みたらし花子、昔の、 元祖大阪みたらし団子がある。奈良県の奈良市、桜井市、大和高田市には丸い団子ではなく平たくして焼き醤油をタレとしてつけて食べる団子がある。富山市では石ヶ谷餅屋などにあやめ団子というのがある。新大もち米と上新粉をブレンドした団子生地に黒砂糖の蜜を絡めたもの。ありがとうございます。